ナンバーアンダーライン愛の成功の秘密を解明平野紫、神宮寺優太、岸優太の魅力に迫る。神宮寺優太の単独 CM を見てみたい。ファンの願いを叶えるために。神宮寺優太の多彩さに注目。ナンバーアンダーライン愛の成功の秘密は、平野紫、神宮寺優太、岸優太という3人の圧倒的なスキルと魅力がバランスよくかみ合っていることにあります。 特に神宮寺雄太の多彩さは他のファン層にも深く刺さり新しいファンを引き寄せる名手です岸雄太の歌唱力は素晴らしくその温かい人柄も多くの人々に愛されていますそして平野紫は多方面での知名度と圧倒的なビジュアルで誰もが彼に注目せずにはいられない存在です彼ら3人はそれぞれ得意分野が重ならないため最強のグループを形成しています 私は常に彼らを応援しています誰が目立っていても嫌だとは思いませんただ神宮寺優太の単独の CM を一度でいいから見たいとずっと思っています私もナンバーアンダーライン愛のファンになったのは岸優太のバラエティ番組での活躍からでした彼の天然なキャラクターに惹かれ気づけばすっかりナンバーアンダーライン愛のファンになっていました最近の彼らのパフォーマンスは素晴らしく 目が離せませまん特に翔くんと神宮寺くんはテレビ出演でも常に曲を披露しファンとの直接のライブを大切にしていることが伝わってきます彼らの成長と変化を見るのが楽しみですナンバーアンダーライン愛のインスタグラムを見ていると3人の役割分担がしっかりしていることがわかりますそれぞれの強みを生かしながらグループとしてのバランスを保っているのです 平野翔の歌声には特別な魅力があります。彼の歌声を聞いてから、その魅力に気づきました。W ユータも前から歌が上手だと思っていました。三人それぞれの魅力がバランスよく取れていると思います。アンチは紫輝くんだけが目立つというかもしれませんが、神宮寺くんと岸くんもそれぞれの役割をしっかり果たしています。三人とも違う個性を持ち、 それが化学反応を起こしているのです。ナンバーアンダーラインアイのファンとして、彼らの成長を見守るのが楽しみです。特に、神宮寺雄太の今後の活躍には期待しています。彼のビジュアルとダンスは見るたびに進化しており、これからも多くの人々に見つかってほしいと思います。私は毎日がハピネスです。彼らの動画を見ると、三人の個性が際立っていて、 どの動画も素晴らしいです。特に、池にスタッフが落ちるドッキリでの翔くんの対応が素晴らしく、その時からますます彼に惚れました。岸くんの天然キャラクターと歌唱力、そしてそのギャップには特別な魅力を感じます。私が若い頃の元彼感も相まって、彼をほっとけない存在と感じます。三人それぞれの魅力があまりにも多すぎて、個別に書くと長くなってしまいますが、 彼らの魅力を簡単に書くと素晴らしいとしか言いようがありません。ナンバーアンダーラインアイのオフィシャルインスタグラムでは、3人が同時に写っているときには1人ずつ見るために、最低でも3回は見る必要があります。彼らは本当にずるいグループです。それぞれの役割がしっかりと分担されており、タッキーが平野翔だけを特別扱いするわけではありません。彼ら3人のバランスが良いことが、 ナンバーアンダーラインアイの強みです目標について聞かれた時彼らはそれぞれ自分のやりたいことやるべきことをトベで決めている印象があります最近のライブでの会場の赤色には驚きましたがそれも彼らの人気の証です実際平野翔には多くのオファーが殺到しているでしょうし W ユータにも個人の仕事が来るのを期待しています彼らのペンライトの色も赤が多いですが 紫がが混ざっていていい区別がつきにくいこともあります実際にライブに行った人の話では紫もかなりいたけれど赤に飲み込まれてしまったとのことです草なぎ剛と相葉雅紀がドラマの主演を務めるようになり国民的アイドルと呼ばれるようになったのと同じようにナンバーアンダーラインアイのメンバーもそれぞれの道で輝いています彼らの新しい事業展開にも期待しています 木村拓也がスマップの広告塔だったように、平野翔がナンバーアンダーライン愛の広告塔となるのも当然のことです。以前、平野くんの CM ギャラが3人で3分割されるという話がありましたが、その後詳しい話はまだ聞いていません。今後の展開に期待しています。彼らの活動を見ていると、未来が楽しみでなりません。貸し切りバスでの聖地巡礼ツアーも実現したら素晴らしいですね。 東京に足を向けて寝られません。三人のそれぞれの魅力が違うからこそグループとしてのバランスが取れているのですそしてお互いにリスペクトしていることがよくわかります素晴らしい動画を見てますます彼らのファンになりました特に翔くんの対応には感動しました岸くんの天然キャラクターと歌唱力そのギャップには特別な魅力を感じます ナンバーアンダーラインアイの活動を見守る中で、彼らの未来に対する期待が膨らみます。特に、神宮寺雄太の今後の活躍には大きな期待を寄せています。彼のビジュアルとダンスは見るたびに進化しており、これからも多くの人々に見つかってほしいと思います。私は毎日がハピネスです。彼らの動画を見ると、三人の個性が際立っていて、どの動画も素晴らしいです。特に、 池にスタッフが落ちるドッキリでの翔くんの対応が素晴らしく、その時からますます彼に惚れました。岸くんの天然キャラクターと歌唱力、そしてそのギャップには特別な魅力を感じます。私が若い頃の元彼感も相まって、彼をほっとけない存在と感じます。三人それぞれの魅力があまりにも多すぎて、個別に書くと長くなってしまいますが、彼らの魅力を簡単に書くと素晴らしいとしか言いようがありません。 ナンバーアンダーラインアイのオフィシャルインスタグラムでは3人が同時に写っている時には1人ずつ見るために最低でも3回は見る必要があります彼らは本当にずるいグループですそれぞれの役割がしっかりと分担されておりタッキーが平野賞だけを特別扱いするわけではありません彼ら3人のバランスが良いことがナンバーアンダーラインアイの強みです目標について聞かれたき 彼らはそれぞれ自分のやりたいことやるべきことをトベで決めている印象があります最近のライブでの会場の赤色には驚きましたがそれも彼らの人気の証です実際平野翔には多くのオファーが殺到しているでしょうし W ユータにも個人の仕事が来るのを期待しています彼らのペンライトの色も赤が多いですが紫が混ざっていて区別がつきにくいこともあります 実際にライブに行った人の話では紫もかなりいたけれど赤に飲み込まれてしまったとのことです草なぎ剛と相葉雅紀がドラマの主演を務めるようになり国民的アイドルと呼ばれるようになったのと同じように n ーアンダーライン愛のメンバーもそれぞれの道で輝いています彼らの新しい事業展開にも期待しています木村拓哉がスマップの広告塔だったように 平野翔がナンバーアンダーライン愛の広告塔となるのも当然のことです。以前、平野くんの CM ギャラが3人で3分割されるという話がありましたが、その後詳しい話はまだ聞いていません。今後の展開に期待しています。彼らの活動を見ていると、未来が楽しみでなりません。貸し切りバスでの聖地巡礼ツアーも実現したら素晴らしいですね。東京に足を向けて寝られません。 三人のそれぞれの魅力が違うからこそグループとしてのバランスが取れているのですそしてお互いにリスペクトしていることがよくわかります素晴らしい動画を見てますます彼らのファンになりました特に翔くんの対応には感動しました岸くんの天然キャラクターと歌唱力そのギャップには特別な魅力を感じますナンバーアンダーラインアイの活動を見守る中で 彼ららの未来に対すす。る期待が膨らみます特に、神宮寺雄太の今後の活躍には大きな期待を寄せています。彼のビジュアルとダンスは見るたびに進化しており、これからも多くの人々に見つかってほしいと思います。私は毎日がハピネスです。彼らの動画を見ると、3人の個性が際立っていて、どの動画も素晴らしいです。特に、 池にスタッフが落ちるドッキリでの翔くんの対応が素晴らしく、その時からますます彼に惚れました。岸くんの天然キャラクターと歌唱力、そしてそのギャップには特別な魅力を感じます。私が若い頃の元彼感も相まって、彼をほっとけない存在と感じます。